日本プロ野球。日本プロ野球とは、日本のプロ野球である。リーグは、日本野球機構のセントラルリーグとパシフィックリーグ、独立リーグ、日本女子プロ野球リーグがある。日本野球機構、NPB 参加には、セントラルリーグ、セリーグと、パシフィックリーグ、パリーグの2リーグがある。両リーグ各6球団を要し、計1 2球団の陣容は、下記となっている。 プロ野球12球団という、以下に2005年以降のペナントレースリーグ戦セパコ流戦における主催試合、ホームゲームでの1試合あたり平均観客数、人、試合の変遷を示す。同年以降に記載を限ったのは2004年シーズン中に発生したプロ野球再編問題の結果、翌2005年シーズンにより観客数の発表が 実数に切り替わったこと、かつ、セパ交流戦が開始されたことによる。2005年シーズンにより、パリーグでは、従前のオリックスブルーウェーブ、兵庫県神戸市と大阪近鉄バファローズ、大阪府大阪市が合併し、オリックスバファローズ、移行措置として、ダブフランチャイズ期間ありという一つの球団になって参戦している。また同シーズンより、東北楽天ゴールデンイーグルス、 宮城県仙台市が新規参入で加わった。この結果、同リーグは従前同様、6球団で維持されている。買収により、2005年シーズンにより、福岡大英ホークスが福岡ソフトバンクホークスに、2012年シーズンにより、横浜ベイスターズが横浜 DNA ベイスターズになった。いずれも、本拠地球上に変更な。本拠地球上変更例として、 広島東洋カープが2009年シーズンに広島市民球場収容人数3万1686人からマズダズームズームスタジアム広島収容人数3万3000人に移転しているいずれも広島県広島市。ちなみに2004年シーズンより現行の北海道日本ハムファイターズが東京ドーム東京都文京区から札幌ドーム北海道札幌市に 本拠地球を移転しているが、さらなる移転の構想がある、参照。本拠地球上の変更がなくとも、フィールドシート設置や改築による、座席増設なども行われているため、平均観客数に影響を与えている。なお、NPB12 球団は、8球団が三大都市圏に所在し、4球団が、殺戦・幸福、地方中枢都市の各都市にある。 ちなみに1950年のセパ分立時には、鉄道系7球団、セガ、阪神、国鉄、パガ、西鉄、阪急、近鉄、南海、東急、新聞系4球団、セガ、読売、中日、西日本、パガ毎日、映画系2球団、セガ、小畜、パガ、大英、食品系1球団、セの対応、独立系1球団、 セの広島であった。2008年までの日本野球連盟、日本野球機構所属球団の変遷、シーズン中の変更の見日付けを記す。上記以外に、2012年から横浜ベイスターズが横浜 DNA ベイスターズとなっている。あくまでも、おおよその目安であって、この通りに行くとは限らない。二千四年に起こった、プロ野球再編問題と四国アイランドリーグ、現、 四国アイランドリーグプラス誕生の影響もあって、当時は全国各地に独立リーグ構想が持ち上がった。ベースボールチャレンジリーグのように実現した独立リーグもあるが、資金面などの問題もあって実現までに至っていないものも複数存在する。社会人野球を統括する日本野球連盟はリーグ所属選手について2005年から2008年までは、 社会人などアマチュアと同等に扱っていた。しかし、2009年に日本野球連盟は国内の独立リーグに関する取扱い要領を制定し、NPB 同様プロ選手として扱われる対談者の社会人野球選手登録は1チーム3人以内ことになった。2010年からは独立リーグ対談者は対談翌年度に社会人野球選手登録ができない制限も、 追加されたその後2014年11月にすべての独立リーグ対岸者に対して登録者数制限が適用外となり日本独立リーグ野球機構所属リーグ四国アイランドリーグプラスとベースボールチャレンジリーグの対岸者に対しては登録期間制限も適用外となった一方日本野球機構 NPB は外国人 日本の学校卒業者を除く及び NPB 在籍経験のある独立リーグ選手に対しては移籍の形で NPB 球団と契約することを認めているがそれらに該当しない選手についてはプロ野球ドラフト会議での指名を受けなければ契約できないこの点について独立リーグアイランドリーグと BC リーグ側は選手の経歴によらず移籍可能にしたいという意向を 持っていると報じられている。独立リーグの選手も NPB 同様にプロ契約を交わして球団から報酬を受け取っている。ものの、その額は NPB と比べ極めて少ない。解散事件の関西独立リーグ初代は完全無休制で同リーグを脱退した球団によって設立されたベースボールファーストリーグ関西独立リーグ2代目も同様である。そのため、 オフシーズンに副業を認めるリーグも存在する。四国アイランドリーグプラスは、下記の4球団によって構成される。2004年の創設当初の名称は、四国アイランドリーグで、四国4県の各1球団が加入して2005年シーズンを行った。2007年12月、福岡、長崎の九州に球団が新規加入したのに伴い、四国、 九州アイランドリーグに解消。2008年シーズンから6球団で公式戦を行っていた。福岡、福岡レッドアーブラーズは経営難に伴い2009年で一旦リーグ戦への参加を休止し、2010年は後、球団で開催された。福岡は事務所は存続し、純化名球団として新たなスポンサーを探して2011年の復帰を目指すとしていたが、 2011年の復帰は見送られた。また、長崎セインツは2010年シーズン限りで撤退、解散した。一方、休止が決まったジャパンフューチャーベースボールリーグから、三重スリーアローズが加盟して2011年度より参加したことともない、四国アイランドリーグプラスに解消。しかし、三重は2011年度限りでリーグを脱退し、解散。 2012年度以降は四国4チームで公式戦を開催しており、福岡の復帰は実現していない。資金は4億円ほどである。ベースボールチャレンジリーグ、略称、BC リーグは、下記の19段によって構成される。2006年の創設当初の名称は、北信越ベースボールチャレンジリーグで、新潟、信濃、富山、 石川の4球団が加入して2007年シーズンを行った。2007年11月、群馬、福井の2球団が新規加入したのに伴い、現名賞に解消。2008年シーズンからは6球団に区制で公式戦を行った。2015年シーズンから福島、武蔵の2球団が加入して8球団に区制となり、さらに2017年度から栃木及び、 滋賀の2球団が加入19団に蓄成となった。2019年に茨城県を活動地域とする茨城アストロプラネッツの加入が予定されている。また、静岡県浜松市に事務所を置く静岡県民球団及び神奈川県藤沢市に事務所を置く神奈川県民球団、いずれも正式名称未定が将来の加盟を前提にした。 球団団設立活動をを行う、準加名球団の承認を受けている。関西独立リーグ、初代は2009年シーズンより開始、大阪エキスポセブンティーズや三重スリーアローズが加入する予定があったが、いずれも独自にリーグを結成する方針に変更した大阪エキスセブンティーズはリーグ発足に至らず、また、初年度参加の大阪ゴールドビリケーンズは2009年の シーズン終了後に脱退し、2010年シーズンから、韓国人選手主体のソウルヘチ、旧コリアチ韓国ヘチが加盟した。2011年からは、大阪ホークストリームのほか、2010年限りで、休止した神戸旧クルーズの選手を引き継いだ、兵庫ブルーサンダーズ、チームの権利を引き継いだ、ホレストホームの設立による、神戸サンズが参加した。一方、赤レッドソルジャーズは、 代表者の死去などに伴い、2011年から活動を休止した。2012年度は06ブルズとヤマトサムライレッツの2、球団が加入する一方、大阪ホークストリームやソウルヘチはリーグ戦への参加を休止した。2012年度終了後、大阪ホークストリームはリーグを脱退して、クラブチームに変更、神戸サンズとヤマトサムライレッツは活動を休止した。このため、 リーグ発足当時から残っている球団は、奇襲レンジャーズのみとなっていた。2013年度は、奇襲、兵庫、ックブルズの3球団であった。シーズン終了後、奇襲と他の2球団が、運営方針をめぐって対立し、全球団が脱退したためリーグは事実上活動を、停止した。兵庫とックブルズは、新たに、ベースボールファーストリーグ、ベースボールアーストリーグ、 現、関西独立リーグ、2代目を設立した。ジャパンフューチャーベースボールリーグは、下記の2球団によって構成されていた。2010年シーズンより開始。ミエスリーアローズは当初関西独立リーグに加盟する予定だったが、関西独立リーグの既存球団との間に、選手の給与水準やリーグ運営方針に関して、意見や理念の相違があったとされ、 そのために2009年10月に関西独立リーグからの脱退を決定し、独自の独立リーグを結成する運びとなった。10月13日に新リーグの名称をジャパンフューチャーリーグと発表。同年12月1日にジャパンフューチャーベースボールリーグに改称した。また、関西独立リーグの初代王者である大阪ゴールドビリケーンズもミエスリーアローズと同様に、 2009年10月に関西独立リーグからの脱退を決め、ジャパンフューチャーベースボールリーグへの参加を表明した。2010年は四国、九州アイランドリーグとの交流戦も加えてリーグ戦を実施し。しかし、大阪球団の選手の不祥事により、スポンサーが撤退するなど、経営問題が浮上し、2010年9月に2011年度のリーグ休止を決定した。 上記の通り、三重は2011年度は四国アイランドリーグプラスに参加した。関西独立リーグ2代目は下記の3球団によって構成される。発足から2018年12月3日までのリーグ名はベースボールファーストリーグだった。関西独立リーグ初代の不死にあるように2013年12月にリーグの運営方針をめぐって、 紀州と対立した、兵庫ブルーサンダーズとレイロクブルーズによって設立が表明され、2014年になって設立された、姫路ゴトワールドを加えて、2014年4月に開幕した。基本的に選手が無休という点は、解散時の関西独立リーグ初代と同じである。2016年度限りで、姫路が活動を休止し、 一方2017年度より、和歌山ファイティングバーズが加入したため、引き続き3球団で運営されている。2018年7月に2019年度より、堺市をフランチャイズとする新球団、9月に球団名が、堺シュライクスに決定が加盟する予定であることが発表された。NPB で現役を終えた。 引退選手によるリーグであるプロ野球マスターズリーグは、下記の5球団によって構成される。2001年、2001から2002年シーズンより、NPB で現役を終えた選手によって、主にプロ野球のオフシーズンである冬季に、リーグ戦を開催していたが、2008から2009年シーズンを、もって、リーグ戦は休止後、オールスター戦のみ開催。 その後はリーグ戦再開を目指しているが、2011年現在再開には至っていない。女性によるプロ野球リーグとして、1950から1951年にかけて日本女子野球連盟が存在した。2010年より日本女子プロ野球機構によるリーグが開始され、59年ぶりに女子プロ野球リーグが復活した。一方、 2009年に発足した関西独立リーグにおいて吉田恵里が神戸9クルーズに入団男子リーグでプレーする初の女子プロ野球選手となった同年で退団吉田は2013年に石川ミリオンスターズに移籍2010年に増田リ恵が赤市レッドソルジャーズに入団し二人目となった2013年現在 NPB 及び四国アイランドリーグプラスでも 女子選手のプレが認められているが、現在まで所属した女子選手は現れていない NPB では、過去にオリックスや近鉄で女性が入団テストを受験した事例がある。以下のうち、1949年の日本野球機構、NPB 発足以降で、突起のないものは NPB の事象を指す。ドーピングに対しては、平成19年、 2007年から気候独自の検査を行い、罰則を設けている。日本アンチドーピング機構、JADA には加盟していない。2017年度シーズンからは、血液検査も実施される。2003年に、暴力団等排除宣言。12球団野球場等で、プロ野球暴力団等排除対策協議会を結成。2016年、前年に、 野球と爆問題があり、改めて反社会的勢力の遮断の必要性があるとのことから、各球団に身元確認などを強化する要要請。野球協約の改定も検討課題と報じられた。古くは日本運動協会と天活野球団が1923年にソウルでプロ球団同士の海外試合を行っている。プロ野球リーグ戦開始後、 初の公式戦海外遠征開催は1940年に行われた満州リーグ戦である。満州、現在の中華人民共和国、東北部に参加全球チームが総遠征し、7から8月にかけての掛けリーグ戦、事前の練習試合、オープン戦含むを開催した。翌1941年も開催する予定だったが、 日中戦争の戦局悪化の影響で取りやめとなった。戦後は1961年5月20日に当時、アメリカ占領下の沖縄、オウサニア球場で、西鉄ライオンズ対、東映フライヤーズ戦で戦後初の海外遠征が開催された、1962年6月13、14日にも、阪急ブレーブス対、大マイオリオンズ戦が同じく、沖縄遠征を実施。 2002年5月14、15日には、台湾、中華民国の台北市で、福岡大英ホークス対オリックスブルーウェーブ戦が、開催された。2005年にも、韓国のソウルの産出、チャムシル球場とフザ山の社食、サジク球場で、千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークス、戦が6月28、29日に予定されていたが、韓国プロ野球の LG ツインズと、 土サンベアーズが、産出球場を本拠地として使っているため、空き日がなく試合が不可能となり、代わりに、新川の文革、むなく球場で試合することに決めたが、採算が取れないと判断し、同年3月9日に、開催取りやめを発表した、実際は、ロッテの本拠地、千葉マリンスタジアムで開催。このほか、2014年の開幕戦。 巨人対阪神を日本プロ野球創立80年記念としてアメリカ合衆国で開催する計画もあったが予算その他の理由により同年度の開催を見送っている。なおアメリカ開催に際しては当時の日本プロ野球コミッショナー加藤良造が強く熱望していたと言われている。NPB によるプロ野球中継は読売ジャイアンツ戦のライターをメインとして黎明期から ラジオやテレビ、NHK、各民間放送局の地上波で全国向けに放送されてきた。しかし、ゴールデンタイムの視聴率低迷で放送の削減が進んでいるが、報道量上位競技では、プロ野球の比率が非常に高く、視聴率の低さに対して報道量は多い。2007年から2009年にかけては2位3位に対して約2倍の報道量である。 近年の全国放送は、週末、祝日開催のデイゲームをメインに中継しているほか、衛星放送の多チャンネル化で、各チャンネルでの次やインターネットでの中継も行われている。BS のチャンネルが増加してからは、J スポーツ、12、FOX スポーツエンターテインメント、FOXBS238 などで、特にパリーグ主催試合を中心に放送が増えている。 2012年には地上波の視聴率が低いことから、読売ジャイアンツが日本シリーズに進出したにもかかわらず、日本テレビ系列のラジオ日本が日本シリーズの放送を行わなかった。また、衛星放送局の日本 BS 放送、BS11 では、四国、九州アイランドリーグとベースボールチャレンジリーグ、BC リーグによる一部の公式戦も中継していた。現在は、 NPB を含め BS11 でのプロ野球、セミプロ野球の放送はしていない。NPB では基本的に試合の放映権は各球団が管理している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。